ジョジョの奇妙な冒険アイズオブヘブンは12月17日に発売されるプレイステーション4とプレイステーション3で遊ぶことができるジョジョの最新ゲームだ。各部から主要キャラクターが多数参戦し、自由にコンビを組んで戦える。ジョジョならではの様々な能力が立体的なステージで再現され、奇想天外なバトルを繰り広げる。ジョジョたちの新たな冒険が今幕を開ける。裏のハーベストが見えるの？群れのスタンド、ハーベストを操るシゲチーことヤングシゲキオ。シゲチーのバトルスタイルはスタンド使い。群れのスタンド、ハーベストを呼び出し、スタンドの数を生かした戦いができるぜ。あらかじめ呼び出している群れの数が多いほど攻撃力が上がったり、スキルが強力になったりするんだ。さらに高速で移動することだってできちまうんだぜ。シゲチーは呼び出したハーベストの群れの数が多いほど有利に戦える。ハーベストにより複数の状態異常を付加する血管から直接注入したんだぞ。配管やお金、サンドイッチまで呼び出した群れの数で効果が変わる、なんだって集め取ってくるぞ。スキルを発動した後は群れがいなくなっちまうので、群れを呼び出しながら戦え。ハーベストのストックがゼロになるとスタンドを呼び出すことができなくなるぜ。ストックは時間で回復するが、その間は無防備になっちまう。そんな時はストック回復速度が一時的に大きく上昇するスキル、目が覚めたぞで乗り切れ。ただし効果が切れた後は反動で回復速度が落ちちまうから、使いどころの見極めが重要だぜ。仲間と繰り出すデュアルヒートアタックで強烈な一撃を決めるんだ。どこかほっとけない欲深な中学生ヤングシゲキオ、彼を待ち受ける奇妙な運命とは。やったー、オラの遺体だ、オラが取り戻したぞ。バンダイナムコ